ボスベイリーはジョージア州ホークストン出身の元アメリカンフットボール選手。2003年から2008年に NFL のデトロイトライオンズ、デンバーブロンコスでプレーした。現役時代のポジションは LB。ブロンコスに所属した2008年には兄のチャンプベイリーとチームメイトとなった。ボスは本名ではなく祖母からつけられたあだ名。ジョージア大学の四年時には ディック・バトカス賞、ビンス・ロンバルディ賞のセミファイナリストとなり、オール・サウス・イースタン・カンファレンスのファーストチームに選ばれた。ドラフト前には大柄で、スピードがあり、パスカバーに優れ、身体能力も高い彼は、高い評価をされた。2003年の NFL ドラフト二巡で、デトロイト・ライオンズに指名されて入団した。その年、全16試合に先発出場し、 キャリアベストの88タックルを挙げて ESPN フットボールダイジェストのオールルーキーチームに選ばれた。2004年は膝の怪我で全球したものの2005年には11試合に先発出場し58タックル1サック1インターセプトを挙げた。2006年には全16試合に出場そのうち8試合はストロングサイドラインバッカー4試合は ミドルラインバッカーとして、先発、67タックル、1サックを挙げた。2007年には、先発12試合を含む15試合に、出場、51タックル、自己ベストの3.5サックを挙げた。2008年3月6日、5年間1750万ドルで、デンバーブロンコスと契約し、ブロンコス史上、エルドン・ダネン・ハウラー、ウィリアム・ダネン・アフラー、デイブ・ウィデル、 ダグウィデルに次史上3組目に兄弟で同時に所属した選手となった。10月20日のニューイングランドペイトリオッツとのマンデーナイトフットボールでシーズン絶望となる怪我を左膝に負った彼は2009年6月17日にチームからカットされた。NFL では先発57試合を含む64試合に出場し305タックル。 7サックにインターセプトの成績を残した。ありがとうございます。